クリストファー・ジェームズ、クリス・クリシティはアメリカ合衆国の政治家、元弁護士。2010年からニュージャージー州知事を2期8年務めた。アイルランド系とイタリア系の子孫。2002年から2008年まではニュージャージー地区の連邦地区検事を務めていた。1962年9月6日にニュージャージー州ニューアークにてドイツ系とスコットランド系の血を引くアイルランド出身で、 公認会計士の父のウィルバー・ジェームズ・クリスティと、イタリアのシチリア島出身の母のソンドラエ・クリスティの、次男として誕生する。兄は、トット・クリスティ、妹は、ドーン・クリスティ・クラーク。1967年ニューワーク暴動の直後に、両親は、子供のより良い機会のために暴動が起きたニューワークから、リビングストンに移動したため、彼は、リビングストンで育つ。 リビングストン高等学校では14歳の時に学級委員と高等学校の野球チームでキャッチャーをしていた。またその当時ニュージャージー州知事に立候補していた共和党のトーマス・ケイン議員が学校に来た時彼は政治に関心を寄せてケイン議員の運動に志願して一緒に働いた。1980年に高等学校を卒業。デラウェア大学では 文学史の学位を取得し、デラウェア大学を1984年に卒業した。シートンホール大学にも進みホーム博士の学位を取得した。ニュージャージー州知事就任後は大胆な歳出削減で注目を浴びる存在となり、2011年1月3日に世論調査会社ゾグビー社が発表した2012年アメリカ合衆国大統領選挙に関する共和党支持者を対象にした。 世論調査で27%の支持を獲得し、それまで優位とされてきたミッド・ロムニー、サラ・ペーリン、マイク・ハッカビーなどの有力候補者を引き離してトップの支持を得た。また、現職の民主党、バラク・オバマに勝ち得る唯一の候補とされた。一方で、まだ州知事就任1年で経験が浅いこと、共和党の弱い北東部の地盤であること、 その体系を問題視する声があることなど、予備選挙を本当に勝ち抜ける過密数であったため、2012年、アメリカ合衆国大統領選挙には、立候補しなかった。結局、クリスティは2012年、アメリカ合衆国大統領選挙の出馬を見送り、ミッド・ロムニーの支持を表明した。2012年8月に行われた、党大会では、基調演説を行い、党内において、 次の有力候補であることをアピールした。ハリケーンサンディ8歳児は、オバマの対応を絶賛した。党派を超えて危機に協力したこの対応によって、クリスティの支持が広がった一方、結果的に重要な局面で、ロムニーの足を引っ張ったとする意見も根強く、その評価は割れている。いずれにせよ2013年の1年間で、クリスティの存在は全米に知れ渡るものとなり、 2016年、アメリカ合衆国大統領選挙の候補者として、クリスティを意識した報道がなされるようになった。もともと若い頃のクリスティは痩せていて、10代の学生の頃は地元の高校のベースボールのキャッチャー選手として活躍していた。しかし結婚した後、政治の仕事に関わるようになるにつれて太り始め、現在の肥満体系になっていった。 肥満からの体型による体重と健康を気にして、2013年2月に胃のバンディング手術を始めたことを同年5月に明らかにした。胃のバンディング手術の効果により、2014年には約 38.25kg 減量した。2013年9月、ニュージャージー州とニューヨーク市を結ぶ、ジョージ・ワシントン・ブリッジの一部車線が4日間閉鎖され、大渋滞が発生した。 2014年に1月になって、この渋滞はクリスティが性的への報復として意図的に発生させたものだったとする疑惑が浮上した。2015年6月30日に2016年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明したが、2016年2月10日、大統領選挙から撤退。2月26日に、実業家、ドナルド・トランプへの支持を表明した。5月9日、 ドナルド・トランプ候補の政権移行準備チーム責任者に就任した。11月11日、政権移行チーム副責任者に降格となる。ドナルド・トランプの食生活や大統領選挙の失敗について数ヶ月にわたり言及したため、2016年12月末に政権移行チームから解雇され、トランプ政権の閣僚任命から締め出された。ありがとうございます。